早速ですが、日本が最近観光立国を目指しているようなのですが、経験豊富な2人がここだというような模範になるような観光立国とはどこら辺の国になるのでしょうか。バチカンにしとこうかな。ああ、僕はシンガポールですね。何にもないところを観光立国に無理やり持ってくって。まあ、一応じゃあ、シンガポールをお勧めした理由を。なんか今、日本中であるところって、僕はなんか名所旧跡とか紹介してるんですけど、まあ大体そういうところとか、なんか郷土資料館とか、入館料が300円とか200円とかで換算としてて、まあ、お客さん全然来ないけど、実はものすごく貴重なものがあるから、なんとかしてこの文化財を維持したいみたいな、なんかこう残すことが目的になっちゃってるんですけど、まあ、シンガポールにも歴史的なものとか多分いろいろあると思うんですけど、そういうのは全部無視して、一般の人たちの興味持つものってなんだろうなって、もう小難しいことは忘れて、とにかくなんか稼げる、客を寄せられるような、まあ、はっきり言えば薄っぺらいものをこう、金かけて作りまくってるわけじゃないですか。うん、で、その、やっぱ薄っぺらさに振り切る力が僕は大事だと思いますね。なんかむやみに歴史とかそういうのに、舵を取るべきではないなと、重視しちゃいけないなと思います。観光としては。そうなんですよ。だから鎌倉の大仏より多分牛久の大仏の方が外国の人ってインパクトでかいんですよね。いや、ほんとそうですよね。そう、飛行機の邪魔にならないところに、東京の街中に牛久大仏みたいに建てればいいと思うんですけどね。あれ多分牛久大仏1000年後とか、もっと大人気になってると思うんですよね。いや、そうですね。ちょっとアクセスが、こう遠いのだけがあれだったなと思うんですけど。うん。そういう意味で、マーライオンとかもともと超ちっちゃいのを、もうこれはこれってことでめっちゃでかいので、目が光るとかにしちゃうわけじゃないですか。はい。だからやっぱ、あそこら辺の割り切りはいいですよね。うん、いや、ほんとそう思いますね。とにかく、まあ、観光立国っていう面で言うんだったら、まあ、お金稼ぐことをやっぱ、多分主力に考えることになると思うので、まあ、稼げるものなのかなと思います。それで本当にいいのかわかんないですけど。そうすると、その観光って多分、まあ、パリとかって世界で一番観光客が多い街って言われてるんですけど、うん、昔ながらのものを持ち続けると、それだけ他との差が開くじゃないですか。要はシンガポールって薄っぺらいものをお金作ってやるんだけど、はい、じゃあアゼルバイジャンとかがもっとお金をかけて薄っぺらいものとか、ブルジュファリバとかになっちゃうと、やっぱ薄まっていくじゃないですか。確かにおっしゃる通りですね、それは。なので長期的なところでいくと、めちゃくちゃ古いやつを大量に持っている、で見たいんなら金払え、うん、俺たちはこれの管理だけして何もしないぞっていうのは永遠に価値が高くなり続けるので、十字軍とかで割とそのヨーロッパのいろんなとこから遺跡を持ってきて、で美術館とかをやってるバチカンが割と観光立国として一番強いのかなと思ったんですけど。うん、なるほどなるほど、おっしゃる通りですね。で、まあ、宗教も、なんか、じゃあ、今生まれた新興宗教が、500年後とかって、それなりにメジャー宗教になる、いや、新興宗教の中の一個だったわけじゃないですか。でも、それを、じゃあ、バチカン国、じゃあ、総本山にしますって言って、こう、何年もやり続けるっていうのは、宗教としての、なんか、なんかすごいぞっていうのをやり続けてるのと、あと、十字軍で世界中からかっぱらってきて返さないっていう、2点で、割と世界中からすごいぞ、バチカンと思われてるのは、多分、1000年後も変わんないと思うんですよね。うん、なるほど。確かに、普及の、あれでしょうね、力がありますね。じゃあ、シンガポールの、マリーナベイサンズを、1000年維持すればいいんじゃないですかね。建築物で1000年持ってるのって木の石ぐらいなんですよね。まあそうですね。なので京都は結構日本では強いのはこれからも続くんじゃないかなと。金閣寺が何年前の建物かとか別に関係ないですよ、はいはい、確かにね。もう一回燃えてますからね。まあむしろ壊れたからこそ金閣寺は人気になれたわけで、バンバン跳ねるようになったって言われますから。でも歴史もいらないのかな。歴史あるところにそれっぽく建てればいいんじゃなくて、歴史ある街並みをストーリーを用意してそこに建設していけばいいんじゃないですかね。でも歴史がなかったとしても300年後には歴史になっちゃいますからね。パリもその300年前の街並みを維持されてるっていうだけで人が来るんで、そういうと単にあとこれは300年後に流行るんだっていうので、仏像とかなんか銅像とかめちゃめちゃでかいのを作っとけばなんとかなるっていう。フランスだとコンコルド広場にオベリスクっていうエジプトからかっぱらってきた石の長いものをかっぱらっておくっていうのが今のところ最強なんじゃないかなって。あんま土地も必要ないですしね。ワシントン DC もなんかやたら長い塔が建ってる。フリーメイソンのやつがなんかありますよね。コンクリートの。あれでコンクリート作りだから、はい、他の国もどこも作ろうと思えば作れるんですけど、ワシントン行くとあれをみんな見に行くじゃないですか。ただのコンクリートの高い塔を、ね。これはすごいんだぞって言ってると、多分みんなそう思ってしまうっていう。結構人間単純なんじゃないかなと思うんですけど。あとみんながこれをこうすごいすごいって言うかどうかじゃないですかね。なんか本当にすごいものを自分で判断できる人って、多分そんなにいないんじゃないかなと思って。まあ洗脳ですよね。明日諸事情に一人で USJ に行くのですが、お二人ならどのようにお楽しみになるのかお聞かせください。USJ ってお金結構払うと並ばなくていいチケットありますよね。でもめちゃくちゃ高いですよね。やっぱお金、自分の旅行体験として行くんだったら、まあ、USJ の入園料とか中でお金払うのがめちゃくちゃ高いと思うんで、USJ の周りをこう外周してなんか無料の渡し船とかあるんですよね。大阪って結構今でもなんかやっぱ水の都で、大阪市への渡し船とかあるんですけど、その渡し船に乗りながら、なんかその渡し船に USJ のなんか中で働いてる演者さんみたいな、海外の方とかも通勤で乗ってるらしいんですよね。
で、その渡し船の乗り物が渡し船なんだ。あ、らしいんですよ。こう予想立てたりして1日が潰せれば、まあお得じゃないですか。で、外の方が安いですし。だから、自分の旅行の体験として行くんだったら、まあ、入園はしないんですけど、関心ありますか？なんかアトラクションとかに。僕、遊園地結構好きなんですよ。あ、そうなんですか。ディズニーランドもフロリダのやつとか、まあ、フランスのとかも行けたりとか、はいはい、すげえお金をかけて楽しませるためだけの機会っていうのを作って、でそこをこう運営してるってなかなかに頭悪い文化じゃないですか、はい、で他のところでなんかポーですとかなんか建物ですとかで勝手に人がチャリンチャリお金払うのに、なんかすごいでかいジェットコースターみたいなの作ってそれを運営してお金を取るみたいな、はい、そういうのが割と僕好きなんですよ。遊園地とかに行くとどうしても値段の高さが目についてしまって、必要経費として支払う分には全然いくらでも支払うんですけど、なんか2万とか3万とか払ってると、あ、なんかこんなにお金払わなくてもなんか楽しいことあるのになって思っちゃって、あんまり楽しくなくなっちゃいますね僕は。その3万払うとしてアトラクション1個だったらそれ3万円じゃないですか。でも10個乗ったら1個3000万下がるじゃないですか、はいはい、ああ確かに。っていうのでそのコスパを良くするっていう方向で自分を納得させるので、なるべく行列を使わずに、で全部回ったら、俺も全部回ったから USG コンプしたよっていうフラッグが立てれるじゃないですか、はい、はいはいはい。3万円立てれるんだったらありかなみたいな。旅行先で出会って忘れられない女性が何人かいるの？出会いを求めて旅行に行く人って多分一番出会えない行動じゃないですか旅行って。でもやっぱ異性との出会いで旅行に行く人って多いですけどね。あ、いるんですか？いや、そういうラトビアに僕前毎年年2回ぐらい行く機会があって行ってたんですけど、一、はい、人でラトビアにアジア系の人がいると、はい、もうなんか女目当てだろって言われるんですよ。美人が多いし他に見るもんないと彼らは思ってるんですよ。あ、そのラトビアのそのリガにある世界遺産とかも彼らにとってはいつも見てるただのいつもの街なんですよ、はいはいはい、でヨーロッパの古臭い街並みなんでそこら辺あるでしょと、まあ、割と工事でボロボロとかあったりするし、だから、まあ、女目当てなんだろってやっぱ思う人は結構普通にいるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、確かに言われてみれば僕もなんかタイとかに行った時に言われますよね、そういうこと。確かにシンガポールとかだとゲイランとか、じゃあオランダとかだとそのなんか赤線的なところとか、ちょっとその、はい、風俗的な歴史のある街並みっていうのはあるじゃないですか。あ、そうやっぱ YouTube にはなりづらいからあんまり行かない感じですか？あ、でも大阪の飛田新地とかは行ったことありますし、まだまだ全然そういうのできると思うんですけど、そうですね、まあただ結局そう、そこをちゃんと紹介しようと思ったら最終的にはなんか伝統として続いてて、サービスとしてそれをこうレビューするっていうことまでやってちゃんと作品だと思うんですよね。じゃあなんか僕が吉原遊郭の今に行って、そうなんかね、建物の中を映して、どんな人がこう来たかとか、なんかそれはちょっとさすがにまあそういう場所に僕行ったこともないですし、行きたいとも思わないと、まあ自分の尊厳も多分あると思うんです。大阪の飛田新地に行った時に、本当だったらこれ建物の中に行くべきだなと思ったんですけど、まあ行けなかったんで、うん、動画にはやっぱしづらいですね、言われてみると。なんか飛び出しってめっちゃ面白いから僕結構好きなんですけどね、まあ、僕も入ったことはないですけど、街並みが好きなんですよ、はいはい、いや、とっても素晴らしいと思うんですけど、でもなんか異常感じゃないですか、他の街こんなとこないよねっていう、なんかあそこで客引きとかをしてる方たちになんか申し訳なくなっちゃって、ここでなんか自分金稼がなくてもいいなと思ってですね、なんか一生懸命働いてる人をなんかこう、いや面白い、僕ね面白さはすごいよくわかるんですけど、うんうん、なんかもう一回行きたいとは思わないですね。他に似たような場所がない異空間な感じがしてて、綺麗な女の子が座っていて、おばちゃんがずっと声街行くとこ人に声をかけていてっていう、はい、なんか本来あれ違法じゃないですか。あれがなんか許されていて、で大っぴらにやってるっていう、なんでこの不思議な空間はっていう感じがすごい好きなんですよね。だからちょっとやっぱ、そこなんかルールが違うところにたどり着いたっていう、海外旅行に行った感じのなんかドキドキバック感があるんですよね。ありますね。しかもまあ、実際にはそんなに治安が悪くないっていう、安全付きで、海外旅行体験はできると思いますね、確かに。ああいうのもちゃんと残した方がいいなと思うんですけど、多分動画に撮ってちゃんと正式にやろうとすると、かなり面倒だし、揉めるし、やれないと思うんですけど。旅って帰りだるくないですか？行くときはワクワクしてるじゃないですか。何があるんだろう、はい、面白いかみたいな。帰りってもう家帰るだけだから。で、しかも、まあ、大体行きと帰る同じ道だから、ある種その作業になってるわけじゃないですか。そういう意味でなんか、帰りってつまんないよなとかなんないですか？自分では行きと帰りは別にしますね、ルートは。まあ、帰りも全部旅行になるので。で、途中にあるものを何を見るかって、全行程の途中に見るものをこう、散りばめていけばいいんですよね。だからそうすれば別に、帰りっていう概念はもうないですね。自然に東京に着くみたいな。あ、じゃあ単に旅をしていて、そのゴールが東京になってて、そういう一筆書きみたいな感じなんですよ。あ、そう、なんかそれがいい旅行のやり方だと思うんですけど、ただ普通の人がそれをやるのはちょっと難しいのかなっていう気もするんですよね。結構動画では、そういう風な動画を作って、そうすると、あ、スーツさんのなんかその動画は素晴らしいみたいな感じでこう、真似してくれる視聴者が結構いるので、でそれでこう皆さんに真似していただいて、まあ、より興味を持ってもらったりとかですね、あとこう YouTube で宣伝してるものをこう、まあ、買ってもらうきっかけにもなるかなと思って、動画の真似をしてもらうっていうのを考えてます。どこですか？逆にここは絶対ダメとかありますか？
初だったらまあハワイとかが無難じゃないですか、日本語通じるし、はいはいはい、僕はハワイは行かない方がいいっていうのが僕の考え。どんな理由かというと、あのやっぱなんか日本から海外旅行に行く人って、あのハワイと台湾となんか韓国がなんか多いらしいんですね、さっきちゃんとしたデータが分かんないですけど、うんうん、でまあやっぱりハワイに行きたいっていう人も多いみたいだし、結婚式をハワイであげたいみたいな人も、あの結構なんか身の回りでハワイで結婚式しましたみたいな人の話も普通に聞くんですけど、ところがみんなハワイにやっぱ行ったことがないみたいなんですよね。で時差があるじゃないですか。で結構夜行便でハワイまで行って、で、本当は深夜の時間なのに朝到着して、で、その日に、あの、起きて行動してないと、なんか、昼夜逆転しちゃうみたいなのがハワイって結構あるなと思ってて、で、バカンスで行く先なのに、あの、時差に苦しめられて、なんかリラックスできないっていうのがハワイは起こりがちなんじゃないかなと思ってるんですね。確かに。まあ、はい。ただ、それを言うと、あの、結局日本のあの、日系会社のリゾート路線で多分一番儲かってるのがハワイ線なので、あんまりハワイなんか行くべきじゃないですよ、みたいなことを言うと、その、航空会社の迷惑になるんじゃないかと思ってるんですけど、まあこのチャンネルでは言いますが、あの僕はハワイじゃなくて、まずは海外旅行が特に初めてなんだったら、海外旅行という行為自体の一番最初の入り口として、まあ韓国か台湾ぐらいがいいんじゃないかと思いますね。治安がめちゃくちゃいいで行くとシンガポールとかですかね。あ、そうですね。シンガポールもいいですよね。で時差もあんまりない。ただ、ちょっと遠いかなっていう気もしますね。確かに。日本国内で印象に残ったおすすめの温泉はどこですか？ぜひ知りたいです。どこですか？ぜひ知りたいです。また海外の温泉とかでもぜひ知りたいです。第一に言うと、あの温泉にあんま期待しない方がいいんじゃないかっていうのが。チャンネル登録よろしくお願いします。